まあ、この中で一番やってるのが、まあ、シメンさんになるのかな。やり込み度数でいうと海津さんはまあ圧倒的に上ですね。でその次にこの中でいうとシメンさんです。まあ、ある意味多分現状ワンツー風争いだな。さあブラボーレー、いやー引いてく。いやいや、そうだね、くずらく引いたらごめんねって言ってもらうのがいいんだけど。マジで引いた。いやー勝負強いところで勝負強く引いていく。大丈夫、おかしいな、海津さんのメインでもないんだけどきついっていうの、なんだこれっていう。さあやっていこう。フェーズ1ショータイム。とはいえクズラックと戦ってるシーンは僕は見たことないんでね、後ろからやってくる。てか保護色になってちょっと見えにくいステージが。あー硬直が少ないっすね。潰せない、立ち回り潰せる。さあジャンディーだっけ、ジャンシーだっけ、とりあえずあれブンブン出ますやん、いい的な当たって壁バンしていく。投げてこう投げてダッシュから拾いでいく。今回のエコーですね、ダッシュが速くなった。面白いねこのダッシュ、いつ見てもやめて。さあこれは無双転生でいいんだよね、うん、3回分。あーっとこれ下段技の速い技だって分かったんだね、ボステルの技。あーっと奥に行きつけた、ぶっ飛ばしてどうすんの、距離を取って後ろからやってきてる。いやー触れなくね、触ればワンチャンは普通にあるんだけどね、力が出てきてる。いいっすよ、さあ餃子でワンチャン掴もうとするがそれはうまくいかない、に当たらない、エチが当たる、ゲランガロカウンター。さあそのターンゴロイして、残り時間がないけど、もう一度はい裏に回って、さあ6連しっかりできる。あもう一度ワンターンいく、時間がないっすよ。時間見てなかったか、シメンさん倒れるところだったよ。うん、エクシーロコンだったかな、もしくは3ゲージとか。さあ1本取ってるのが水さんのクズラック、2A をこすって、さあ無双転生、まあとりあえずつけれるだけつけるのがいいですからね、この辺は。やめて、さあ立ち入りで暴れて西2名、2D か。さあここで無双転生していく、やっぱ取るとゼロフレで移動って感じでいいのかな。あいいですね、これはしっかり返していく、誘っていくスタイルだったら先に動いたのがクズラック。あ浮いた、タッチパン当たらない。お今ガーフモーションが見えた、やっぱりね。さあジャンプで逃げている、おいな拾える、強度入って、これはまだゲージ剥がない、知らないですかね武藤先生。さあこれでさらに上書きしていく、上限は3か、変わんないんだね。カウンター、うーんよくヘッドバンダー、はいこれはラリアットして餃子、まだ生きている、根性値高い、だけで拾えない、回ってたいいと思うよ、あんな硬かったっけ、増えたからってね。あーそっか最後7000増えたって。2万4000、3万1000もうボスキャラになった、まあボスキャラでもちょっと少ないんだろうけど、でも多すぎるっていう。そうなるとあれかブラボー並みになっちゃったのかな、3万5000か、あーなるほど、これでもまあ硬い方だな、ラスト食かな今のは多分。さあ C で強気で暴れていく、餃子は吸えなかった、置き技があるとねさすがに吸えないんでね。いやそれで餃子だけで、はいチャブダイドーン、はい意識の力出て、あー餃子で吸えない、ダブルアリして、とりあえず後ろに逃げていく、チャブダイが後ろ向きだ。あれあどうしようもなかった、どうしようもなかった、投げられて、さあ今回も拾える、あダメだそれ危ない、これ今アカンやつやりましたね今。さあここでエクシーロで回復していく、これはまだ振らない、
ゲリもない。つながって、あーうまい、当たりがうまかったけどここはつながない。さあここは安定して武装で絶対でいく。届かない、距離だった。突っ込んでいって2人目、あーグレイクーできるいやークルラックはなかなか強敵でしたね、やっぱそれでも。ということで、アルカナヘタオさんとシメンソカさんのチームの勝ち、おめでとうございます。はい、次ラスト、ラストだね。なんでアルカナヘタオさんとシメンソカさんチームは連戦になります。で、自分とデモさんのチーム、はい、じゃんけんして、シメンさんじゃんけんして、じゃんけんぽい、スーピー側、はい、で、どうする、先出る、先出ない。あ、そうか、海津さんがいるんだ。はい、じゃあ海津さん解説がこう。おりさん、大丈夫ですかね。マコさんもやってくれましたからね。え、なんか煽られちゃったんだけど。まあ、はい、わかります。いやまさか苦労引くとは思わなかった。あのキャラも本当に何にも練習してなさすぎてコンボがわからない適当に振ったきゃええねんってのもあったけど、ゲージがないとき、あ、何もできないから引くわ。飛んでいけるので、非常にカインファーとしてもブラボーが怖いと思います。特にイメージ持ってるブラボーは相手に大型となるんですよ。うん、まあ、ドアリーがあって、スピオリーがですね。まあ、ハイは、地方のコン、地方投げの、コンコンが一番簡単なコンコンが、スピオジャクタンが、できなかったので、これでまあ、ダメージが取れないのが若干暗い。ミーチュートリーは筋で当てないんで、ディレイかけて、こうやってすると、キックが取れなくなります。今のは本当に拾えないと思ってたかな。ゲージが最大に全くないので、ブラボーは続いてが、ブラボーでもさ、ちょっとリズムがあった方が良かったんじゃないですか。どうなんかね。ヨーダ耐久うまい。今回は全がなくなったおかげで、こういう見てからができるのとかすごいでかいですね。サベの安増したりの昇竜餅はこういう場面がものすごい出たので、熱いですよ。まあ、昇竜餅なんかじゃないけど、増えてるじゃん。ブーあ、ピオール。おっと、ピオールせない。どうしよう。ピオール。今回からは、ピオール投げにも、ピオール。あ、ピオール。これはすごいな。料理は時間との戦いだ。料理。ありがとう。何それ。やはり中華は最高だ。ウィナー。次はサベベイ。
レインはね、暗黒のダメージと発生が遅くなってスピードがダメになったんじゃないかと思ったら、今度はインキコンが何か嫌いなのを発覚して、実は家庭用でも練習できますってことで、全くこのキャラ問題ない、家庭用で問題ない、何も変わらない。 AC が変更されたのと、あとまあ残月っていう新しい闇落ち技が追加された。俺が貴様を終わらせ、そのぐらいで、あとは、まあ、暗黒を使ったパーツが練習できなくなっただけで、他は全く変わらないので無駄だ、問題が全くないっていうか、っていうか愛されてるから。あとはまあ 2C のそこまでない大技から目が当たるとか、いろんなところダメージが取れるようになる。さよなら。ちょっと手が出ない。今回 A 番から A 番がダウンを取れたので、まあ、ダウン取れるって言ったけど、まさかこうすれば短いので、あんまり受けんで、A 番出してからダウンを取ったのか。なんとかこの6が強いって言ったら、フィニッシュだぜ。無駄だ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 。無ちなみにベインのエクシードはカフェアイスのカフェ限定のルートがあるので、妥協コンボでもカフェが出ます。見えまい。他のところが逃げで拾うところはカフェは急に拾えるので、うわっ、ちなみにこのルート、逃げとしても40分以上の限定がかかります。終われ、行くぞ。行け、俺が。さあ、行くがいい。行けたー。しっ、そっ、改め、終焉へのいざないに。今、急にミスよかったじゃないか。行け。しっ、見えまい。しっ、そこまで見えまい。しっ、暗い、見えまい。しっ、しっ。さよなら。ああ、妥協良かったのに。これは妥協でも死んじゃうじゃないか。ああ、それルート知ら減らないんですよ、それ。ナイスキャッチだ。無駄だ。ダルイだったら死んでた。終わるのか。今回、ね、ダンシングドームの威力がどうだけかな。だって4番200くらいかなって、ダルイの中は減りますよ。見えまい。しそこまでまい。しっ、しっ、さよなら。しっ、あれろ。オフルショー、そこまでまい。しっ、あれろ。しっ、しっ、そこまで。しっ、しっ、ゲージがたまるか。終われ。たまった。俺が終わらせてやる。諦めろ。やっぱこのね、下はこれ終わり。短い上に、まあ、威力も高いイビツキって技は本当に優秀で欲しいです。ウィナーかがりに欲しいかな。でもかがりにやっても大してダメージは伸びないんじゃないかなとは思うんだけど。まあかがりは流星もね、いいダメージソースになってるんでいいんですけど。ブラボゲンの A パーは確かあるはず。禁止から垂直ジャン、垂直ディレイジャンビー、ディレイジャンビー着地。フェーズ1であるんだけど、全く安定しないんで、まあ、そこまで。そこまで。暗い。俺が。あー、なんか負けたっぽいけど。食べろ。食べる。
今回レインは C 点がなぜかハレバウンドになったので、ダメが打ちたかったら C 点で決めて上流決めるということもできるなと思います。そこまでない、なぜか壁番になったんで、それと何だろう、そこまで、お楽しください。俺を終わらせるには足りなかったよ。ゲージ状況はお互い5分。ただブラボーの方がゲージはない状態でもダメージ取れるんで、まあブラボーの方がダメージ取れるんで、いやーそれ当たらないんですよ。結構ね、じゃあ強攻撃のガードコーチが長いんで、あんまり即投げは無理。無駄だ、見えない。この餃子って技になぜか両端ルーティキが追加されたんで、耐久として超強いです。これは拾えない。6へもう一発多かったんですよ。今の3歩で死んだ気がしたけど、どうだったかな。あ、3歩選んでない。なんだあれ、あれ拾われる。チーズ終わるのか。あの EX 食卓ってはちょっとね、ちょっとね、赤はないか。まあ下段じゃないだけマシですね。そこまで、そこまで。で今回まあ画面が見えるようになったわけで、投げ抜きをしようとする輩が多いので、データ攻撃から歩き程度とかいうのが割と通りは、まあ、若干今までの崩しとは違うんで、おーっと、あーこれはピオリ、ピオリですね。ピオって死んだ。あれ、ちなみにメインの立ち見は冗談です。ここがえっ、え当たっても引かないよ。許しませんよ。でパロスカナだったら EX 投げでよかったんじゃないかな。そこですよね、って思った。あ、ラギの方が良かった。はい、はい、というわけで終わりですかね。あー、なるほど。はい、じゃあアラン君締めをお願いします。なんで俺なの。いやー、サンゲリア使うもんじゃないねこのゲーム。ということで、はい、まあキャラによるけどね、アルカナヘタオさんとスメンソカさんチームが全勝ということになります。はい、ということで、アルカナヘタオさんとスメンソカさんチームの勝ち。はい、おめでとう。はい、拍手、イエーイ。で、お兄さん次回ある？まだ決まってないです。だよね。まあなんだかね、個人的にはやっぱ普通にやってほしいんだけどね。うん、真面目にだけどね。うん、ことだね。その辺はちょっと大変だね。まあ次回やったら、次回やったらね、その時はまた楽しくやりて。その時はね、ふみさんとまこさんのね、 C5 キップ持ち2人でやってほしいんで、うん、まあ、俺たちもちょっと練習しよう。まあ地道にやりながら、まあ僕はあれからメインですけど、それでもちょっとやっていきますんでね。はい、じゃあもしかしたら次回でまた会いましょう。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。